本当かよ。まあまあ燃え尽きたぞ俺は。まだまだ。まだ。これから。もう一回やる。もう一回。いやもうそれはやらないですが。いや本当にありがとうございます。あよかったよ。みんな来てくれて本当仙台がいい感じになって本当皆さんのおかげですありがとうございます。勝手に私は考えました。今回の EP はね結構いろんなねアナザーストーリーを実はしがらみの中で活動してた時期が長かったからあの曲とかもね結構うるせえだろこういうのはダメああいうのはダメとねその中でこう隙間を縫って曲作るわけだけども、まあ、正直そういうのはだるかったから本当今の立場になって一回自分たちの中にあるなんかやりたい放題をね一回やってみようっていうことで今回多分バンド初めて最初ぐらいかなもうねこういうわがままな一枚を出せたらはあの世の中にぶつけてみようということで出せましたみんな聞いてくれて本当どうもありがとうすいません勝手なアルバムすごい自分たち自信も持ったしでもなんかねちょっとだけあの寂しい気持ちってのはなぜかどっかにあってそれなんやろうかと思ったらねライブなんですよライブだから私は勝手に考えましたメンバーに共有したのも、2日前です来年はアナザーストーリーはねライブというものを一から見直していこうかと思ってますそれは音も含めだから来年は、まあ、君たちだけにしか言ってないからあんまりつぶやきたりしなくてもいいけど来年はライブに特化したアルバムを出そうと思っておりますトレンド知るかとポップ要素知るかと超エグいのと超ツインで歌えるのと超なんかいろいろやれるやつ全部詰め込んで出そうと思うそしてこれはまだ正式には決まってないけども全曲ワンマンやろうと思ってますおめでとうって言って来いよ絶対来いよ何曲知ってんのか数えたことあるか次40になるぞ40曲俺らは1部制2部制みたいな生ぬるいことやりません40曲ワンセットでやりますから全国各地からお待ちしております、ね、来年いっぱいライブ楽しくやろうさらにライブで埋めさそうなあ来年もよろしくねありがとう
Fire!